ボーゴレスコビチは、オーストリア出身のスロベニアの指揮者、作曲家。1909年、ウィーンで、スロベニア人の両親のもとに生まれる。リュブラナ音楽院で、エメリク・ベランニ・チェロを、リュシアン・マリア・シュケルアンツに作曲を学んだ。その後は、ウィーン音楽院で、チェロに加えて、ヨゼフ・マルクスから作曲の訓導を受け、さらにヨゼフ・クリップスのもとで、指揮法も学んだ。 ウィーン音楽院で、チェロ演奏で、フリッツ・クライスラー賞を授与され、チェリストとして演奏活動を始めたが、1940年代には、バーデンバイ、ウィーン劇場の指揮者として活躍した。第二次世界大戦後、1950年代からスロベニアを中心に活動し、1951年には、スロベニアフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者と、 なり、1958年までこの人に当たった。1968年から1973年までは、ルブリナ歌劇場の音楽監督を務めた。1995年、ルブリナにて没。トーンボール、ヨシップビドマーエンスレブリジャスロービニア、ボリューム6、ムリデンスカンが、1987、B141。ありがとうございます。